334型は1999年から2002年にかけてスコットランド地域へ向けて導入されたアルストム製の交流電化区間用電車である。グラスゴーなどスコットランド西部の交通機関を管理するストラスクライド旅客交通営ンが交流電化区間で使用していた303型電車や311軽電車の置換用として発注した形式。フランスアルストムが イギリス向けに展開していた鉄道車両ブランドであるコラディアジュニッパーの位置形式であり、計120両の発注は1999年の時点でのイギリス国鉄民営化後以降の最大量数であった。流線型の全面を持つ車体を有しており、編成は3両編成で構成され、終電装置は中間の付随車に設置されている。車内にはクロスシートが配置されているほか、 バリアフリーに対応したトイレや椅子の手すりの形状などユニバーサルデザインを重点に置いた設計となっている。製造当初の座席配置は3列プラス2列であった。2004年までスコットランド全域の旅客列車運営権を所有していたスコットレールが納入した最初の編成は1999年8月3日にグラスゴーシールズロード車庫へ到着し、その後は 試験的に旅客運用に用いられたが、機器の不具合が頻発したことにより正式な営業運転開始は2年後の2001年4月3日となった。運営権がファーストスコットレールへ移行された後、2012年から2014年にかけてリニューアル工事が実施され、塗装変更や座席のモケット、床面の変更が行われたほか、 ボックスシートの配置も2列プラス2列に改められた。さらにアベリオスコットレールへ運営権が移行した2015年以降は、監視カメラの更新、充電用ソケットの設置、Wi-Fi 通信への対応などの近代化工事が、アルストムによって実施されている。2019年現在、エディンバラとグラスゴーを結ぶエアドリーバスゲート線や、グラスゴー周辺の路線で使用されている。 ありがとうございます。